東京都立園芸高等学校は東京都世田谷区深沢五丁目にある都立の農業高等学校。設置学科は園芸科、食品科及び動物科。全日制家庭と定時制家庭を併設している。略称は園芸、その中園芸学校、東園等。1908年東京府立園芸学校として開校。当時相次いで全国各地に。 農業学校が設立された中、夏季演芸、祖祭、果樹等の演芸の分野に限定した教育を行っていた。戦前から戦後にかけては、全国の農業学校の中心的な立場を持ち、東京近郊からだけではなく、全国から生徒が集まった。戦前までは5年生の寮生の学校であり、朝鮮半島や中国からの留学生もいた。卒業にあたっては、 論文の提出が課された。戦後に教学となるまでは男子生徒のみであった。2006年には学科改編を行い、愛玩動物について学ぶ動物科を新設した。2019年現在、全日制の生徒数は416人。改組前は園芸デザイン科造園デザイン科食品科学科定時制には3年に編入し、農業家庭のみを履修する。 園芸技術専修生も、ある以上資格。東京ドーム約2.3個分の敷地の中に、夏季をはじめとして様々な設備を備える。本校の他に、の2つの実習地がある。玉川家樹園は1910年に内務省から地水山林の払い下げを受け解説。普段から園芸家の授業で使用され、生徒は昼休み中に本校から徒歩30分かけて、 果樹園へ向かうことになる。下田農場は1955年に同窓会によって開設、1965年に本校の管理となった。農場には主に柑橘類の果樹や熱帯植物があり、長期休業期間に各科の実習に使われている。またかつてはこの二つの他に、木田農場も所有していた。園芸店は菊の開花に合わせて、 毎年11月第2土曜日曜に行われる。東京都立園芸高校には大きく分けて3つの同窓会が存在する。東京府立園芸学校及び東京都立園芸学校編の書籍は以下のものがある。東園同窓会発行の書籍には以下のものがあり、他に同窓会誌東園がある。周年記念事業は20周年より始まった。 20周年には記念館が建設され、次に40周年時には、図書館前にある西洋庭園が造成された。50周年には、行動の増改築が行われ、A5 班70ページほどの小冊子が発行された。60から100周年時には、上記書籍が発行された。80周年時には、書籍ではなく、ビデオが作成された。 他に戦前より昭和46年までの学生に課せられた卒業論文が同窓会の管理下で保管されており総数約3900点に及ぶ。他に見られないテーマを扱ったものもあり貴重な内容のものが含まれる。卒業論文の他に対象、昭和戦前までの演芸雑誌、実際演芸やアメリカの植物学、 園芸学者のリバティ・ベイリー氏著作のスタンダード・エンサイクロペディア・オブ・ホーティカルチャー、ドイツ人植物分類学者、アドルフ・イングラー氏著作の D ・ディーネイチャー・リカン・プフロン・ゼン・ハミリアン等が保管されている。廃線時の学生改革以前、5年寄宿生時には現在の大学水準に相当した教育が行われていたものと忍ばれる。 園芸胸に生徒心得が書かれた大きな木製の額が掛けられている。これは東京農業大学所大学長でもあった農学者の横井と清によって定められたもので、日付は明治四十三年四月二十七日となっている。ご過剰からなるもので、各条項は下記の通り、一礼節を正し連地を重んじ、拳の風を養うべし一学業を励み知能を、 啓発すべし一勤労をもって、身をならし合気忍耐の気象を養うべし一両、忘るべからざるも他に迷惑を及ぼすことあるべからず、一思想胸とすべし、要はただ誠意にあり。ありがとうございます。